シャス七日です。今回はですね、 APEX こちらのハッシュタグセーフ APEX ランクドっていうね、こちらのハッシュタグがツイッター上でトレンド化していたので、そちらについてお話ししようかなと思います。まあそもそもこれはね、海外のプロゲーマーさんがAPEX の今行われているチートとかサバ落ちグリッチ、こちらの方がもうひどすぎるから、運営側にちょっとプレイヤー APEX のプレイヤーたちがちょっと動きを起こして、ちょっとちゃんと取り組んでもらえるようにしましょうという、そういう動きみたいですね。まあこれはね、スウィートって人が結構長文で今までどういうことがあったかとか、こういうことがあったみたいな話をね書いているんだけれども、まあ正直 CS 版の人たちよりもこれは PC 版の人たちの方が被害を受けていて、まあこれはいろいろとね、ダイヤモンド以上のランクいくとすぐにわかるんですけど、僕もクロスサーバーでねちょっと行ったら、速攻チーターに5試合ぐらいでもう当たって、プラスサーバー落ちのねグリッチ等もね、そのうち2回か3回ぐらいね行われても、結構これ試合にならないなってぐらいの状況だったのかなと思います。まあこれはね、いろいろと期間が結構長いこと実はあって、もう8ヶ月9ヶ月ぐらいもうチーターとかそういう DDoS、まあ、ドス攻撃っていうのがすごくあったよっていう話でね、でその経緯とかをいろいろと語ってくれてたわけなんですよね。まあそれはもう7ヶ月前ぐらいからあって、アジアサーバーから始まっていって、最初はアジアサーバーの中でチーターがいっぱいいたんだけれども、まあそれがどんどん他のサーバー、いろんな時間帯にも現れるようになって、まあ言ったらウイルスですからね、チーターっていうのもね、販売元がこう誰かで構わずに販売して、その人口がどんどん増えていって、まあ最初はアジアサーバーだけだったんだけど、どこもいっぱいのところにそういう風に蔓延してしまったっていうのが語られていて、でそれに対してまあいろいろと運営側もウイルス、まあそのウイルスって言ったらあれだけど、チーターをバンするっていう担当のね人が現れるわけなんですけれども、その担当の人がちょっといろいろと頑張ってたんだけど、やってることは手動でやってるわけなんですよ。だからクリップをもらって、こいつチーターだっていう証拠映像をもらって、それでじゃあバンするっていう、それをもう結構アナログなことをやってたわけなんですね。でそのアナログなことをやってたんだけど、その人がじゃあちょっと休暇を取ろうというふうにね、ずっとやってたら、もう四六時中やってたらもうねキャパオーバーだからつって、まあそれでちょっとお休みが入った途端にもう手に負えなくなっちゃったみたいな、そういうことになっちゃってたんですよね。でそれでそれをちょっとどうにかしてくれと、もうこれ以上我慢できねえぞっていう話を結構長文でお話をしてたというわけなんですよ。でバンする担当の人が悪いとかそういうのではないよっていうことも言ってたんですけど、明らかにもうキャパがね足りてないってことなんですよ。でそれでそういう風なね、こういう動きをしたから、APEX のねトレンド入りっていうのはよくあるじゃないですか。でそのトレンド入りをさせたから、その運営さんに向けて、ね、最後にねそういう言葉ありがとうみたいな、君たちの気持ちはよくわかったって、私たちも頑張るみたいな、そういう言葉はいらねえぞっていう、そういうね釘を刺す話もするぐらい結構過激 な内容だったわけなんですよ。でそれを APEX の開発の人が見て、ちょっとみたいな感じでね、そのプロゲーマーの人がその中の提案の一つとして、そういうバンっていうものをこちら側、ストリーマー側の方に委託してくれないかと、権限を渡してくれないかと、実績がある人とかね、そういういろんな人、いると思うんですけど、でもそういうストリーマーの中で APEX を主にやっていて、実績がある人たちにそういう権限を与えてくれというふうに代案を立てたりするんですけど、それは運営側がそれはちょっと自分たちに責任を負わせてくれというふうに結構ね、運営さんとのやり取りも今回はあったんですよ。だから反応が早いんですよね。反応早くて、でそれで運営さん側的に言うと、ちょっと今回のね話の中で、その運営がねこっちの言ったら何でしょうね、上辺だけのね返事というかね、リップサービスみたいな、そんな感じで今の動きを、分かったありがとうみたいな、そういうことって
を言うのを言うぐらいだったらもう言うのはやめてくれみたいな、そういうねニュアンスがあるのはちょっと残念だなみたいなことを言いながら、まあその提案もちょっと受け入れられないと。でこっちの方で、まあ指導番を行える人たち増やすし、まあそういう風なね開発もチームでちゃんと取り組むみたいな話をして、まあ正直じゃあ変わったのかっていうと、現状を見る限りだとあんまり今までと変わらない対応でっていうことになって、まあいるところがね見て取れるんですよね。だからそこで結構またね運営さんが反応が早いもんだから、運営全体としての相違なのか、その人だ一人だけの話なのかっていうのがちょっとややこしくなってるんだけれども、だから結局平行線のまんまなんだよね。だからこの活動というかこの運動っていうのが、まあ全然まだ1日も経ってないような状態なんだけれども、結構早いリスポンスがあったおかげでっていうか、なんていうかあれなんだけど、平行線になってしまってるというところなんですよね。だから運営としてのやっぱり立場上はやっぱり自分らで対処したいっていうところがまずあるのと、まあねでもそんな対処するからちょっと待ってが8ヶ月も続いてるんだぞっていうところに、プロゲーマーとかストリーマーの方は怒ってるから、そこをまたなんか進展なし、まあでも次のねアップデートでちょっとチートに関するものはどうのこうのみたいなことも言ってたんだけれども、まあ結局は何かって言ったら、まあ平行線なんですよね。今までと変わらない応答になってしまったのがもう速攻見えてしまって、ちょっと雲行き怪しいなっていう、正直そんなところなんですよ今回のは。まあ運営が言ってる自分たちで主導版を行える人材増やしてどのこうのっていうのは、正直現実的かどうかっつったら、まあ僕は個人的にまあそれができたら理想だと思うんだけども、やっぱり結局そこだけにね人を雇って割いてどうのこうのやるぐらいだったら、それこそゲーム会社が何社かがそのバンするチート対策会社に依頼するみたいな、そんな第三者機関の方がまあ効率はいいんじゃないの、コストかかんないんじゃないのって僕は思ったりするんだけれども、まあそこら辺ねあれですよね、今まあまだそういう文化というか、そのゲームのチートっていうものに対して、まあ結構ゲームもねこの近年で活発になってきたは来たけれども、そういう会社がないっていうのはちょっとね残念なところなんだけれどもね、そういうことがあればもうちょっとより良くなるんだろうけど、そもそもね CS 版のチーターが最近出てきたわけじゃないですか。まあ僕は見かけてないんだけれども、ダイヤ隊行ってもそんな人がいるようには見えなかったんですよ。僕もね何試合か、まあ普通の PC 版の方だと速攻現れたチーターがいたんだけど、でも CS 版だとまだ見てないっていう状況なんですけれども、通報機能がないんですよ CS 版に、そもそもが。だからそこどうにかしなくちゃいけないのに、そこも変わってないから、やっぱりユーザー目線で見ると本当に仕事してんのかと、まあ、目に見えて分かるところと目に見えない部分っていうのはユーザーにとってはね、やっぱりやってるかやってないかって言ったらもう結果が全てって言ったらもうそれまでなんだけれども、そこがやっぱり伴ってないっていうのがユーザーとしては少しね引っかかる部分なんだと思いますよ。そこが今回やっぱりメーカー側がねそういう風に反応してきちゃったから、もうちょっとまあ時間持ってちょっとね具体的なまあ反応というか、まあ例えばそのね次チーターの対策をどうのこうのするのはこれまでにやるとか、そういうことがなんか具体的な進行状況とかそういうのが見えてきたらいいんだけれども、まあ見えてこないからこそ今回のはね非常にアクションとしては残念だなっていうところなんですよね。まあ CS 版やってる人たちもさ、今回のねセーフエイペックスランクドっていうのにまあ共感した人はいると思うんだけど、でもそもそも CS 版に通報機能ない部分があるから、今回の部がどっちにあるかっつったら運営側にはないですよね。そういうところができてないからね、やっぱできてる部分がやっぱり見えてこないと、結局アップデートしてスイッチ版とかそういう新規ユーザー獲得の方ばっかりなんかはね
それとか新キャラとかね、そういうことばっかりして、もう元々やってたプレイヤーに対してのそういうなんかね動きっていうのがないじゃないかって見えて取れるからね、そこら辺ちょっと頑張って、まあプレイヤーとしては頑張ってほしいとしか言えないんですよね。頑張ってほしいとしか言えないから、もうこれはね、これ以上の多分そういうなんでしょうね、動きっていうのはプレイヤーが頑張って起こすっていうのは、まあ、過去だけど昔ね、コールオブデューティーもその同じような運動があったんですよ。 MW3 の頃にね、そういうプレイヤーが呼びかけて、この日はコールオブデューティーオンラインにならないようにしましょうみたいな、そういう動きがあったんだけど、まあそこぐらいかな。だから APEX のログインをみんなやめて、1日この日はやめましょうみたいな、抗議運動としてみたいな、まあそういう活動がね、あったんですけど、まあそれぐらいんじゃないかなって個人的には思いますね。ただやっぱり影響力が強い人をまあ中心としてこういう風に広がっていっているので、やっぱりね、今後まあこのゲームがいいものになるか悪いものになるか、プレイヤーの印象がどう変わるかっていうのはもう今後のリスポンス次第っていうところでしょうかね。アクションはね、もうちょっとね、いい声が出てきたら、まあまだいいような気もしますけどね。結構難しいこのチート対策、早めにね、いろんなところを解決するといいですね。というわけで今回はこんな感じでお話でございました。それでは次回もかかってこーい。